スナック美魔女開店。今回は男泣き。それじゃあ他に男泣きエピソード持ってる人いる？じゃあ今度は僕が紹介してもいいでしょうか。あ、楽しみ。はい、はい、僕が紹介する男泣きエピソードはこちらです。どん底からの復活劇、柴田大地騎手が見せた男泣きでございますね。大地君は私若い頃一緒に住んでましたから一緒に住んでたんですか？あら、あら、え、一緒に住んでて どうでしたか？もうね、好青年、実直、真面目もうやめてくださいよ、もう変なお店じゃないんですからね、はい、復活の男泣き、柴田大地騎手。大地騎手もイケメンですよね。1996年競馬学校花の12期生、こんなに嫌だ。史上初の双子ジョッキーとして話題となった柴田兄弟。そっくり双子の騎手ですからねでも私たちはもうすぐ分かるの。同期には和田龍二騎手や福永雄一騎手、女性3騎手など豪華な顔ぶれ。頑張れルーヤのよしこちゃんじゃないからね。これからが勝負なので、もっともっと頑張っていこうと今思っています。そんな大地騎手はデビューイヤーから27勝の活躍。27勝ってまあ2年目には重賞初制覇を果たすなど順風満帆な騎手人生がスタート。激しい戦いになった。エアガッツわずかに先頭合輪、柴田大地騎手重賞初制覇。したかに思えたが、直後に厩舎に属さないフリーに転向すると、またちょっと環境が変わると、ね、騎乗依頼が激減。その後騎乗機会を確保するため障害レースに挑戦するも、思うような結果を残せず、3年目以降は平地で年間11勝がやっと。ついには2006年から3年連続で平地0勝に。騎手人生のどん底を味わった。そんな時ある方の目に留まり、大地騎手に転機が訪れる。日本競馬界の重鎮、マイネル軍団を率いる岡田茂幸総帥。そしてこの岡田総帥との出会いが騎手人生を大きく変えることになる。2011年ジャンプの G1 中山グランドジャンプ、騎乗したのはマイネルネオス。この大舞台で岡田総帥は大地騎手に手綱を託した。 MCA タイムがいるんだよね。そしてこれが競馬史に残る男泣きレースとなる。12頭ゲートイン完了、スタートしました。まず最初の障害、3、4コーナー中間の障害に向かっていきます。横一線の隊列の中から3番のテーム突破ずれ上がっていきました。最初の障害を確認して、飛越していきます。きついコーナーを回って坂を登って、最初の大畜作障害難関に向かいます。12頭の挑戦です。先頭は1番の目白ラフキ、2番手を大きく離して長丁場のレースなんでね。先頭を踏み切って飛越、そして2番手以降今飛越終わりました。場内が拍手が入って、まだ12頭を持っています。2番手は2番のエルジャンクションで、今度は左回り、ウッテ後方がエフテンビーゼという体勢です。1番の高低差のある番手とこれから迎えようとしています。登って、そして今度はまた一旦下って登って大池が障害に向かいます。先頭は1番のメジロラフキ、2番手にオープンガーデンが上がってきました。3番手12番のメルシーエータイム、坂を下って登りました。2つ目の難関大池垣障害、スタミナもこの辺り問われるところですが、先頭1番のメジロラフキがまだ11頭を引き詰めています。難関2つ目大池垣障害の各馬の比越、
い怖い。レースは終わった。まだ落馬はありません。オープンガーデンは現在3番手。そのうちからはマイネムの良さがあってオープンガーデンをかわそうとしている。外に持ち出した。これから横浜の中で最終障害に向かいます。先頭は1番のメジロラフキ、外がメルシーエータイムで差を詰める。先頭にはメルシーエータイムが変わって立ちました。そして外からはマイネルネオスが追っている。マイネルネオスが一気にかわした。マイネルネオスかわしたかわした。マイネルネオス1着で氷、優勝はマイネルネオス柴田大地。2着12番のメルシーエータイム、3着には11番の宝ボスか、あるいは9番のオープンガーデンか。勝ったのは8番のマイネルネオス8サイバー。もう必死ですよ。やっぱ大好き手って取材してる時というかすごくあの真面目でおとなしい感じなんですけども、うんね、この勝った時のガッツポーズだとかもう自分のこの喜びを全身でこうやって表す方なんですよね。大地君見てるとこう本当一つ一つ積み木を積み上げるかのようにやっぱ一歩一歩歩くんで、そうですね、歩いてきてるっていうか歩んできてるんで、やっぱその喜びっていうのはね、いや取って乗ってるわけじゃないですもんね。はい、中山グランドジャンプ見事に制しました柴田大地騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。初めての G1 タイトル制覇、どんな気持ちですか？いや、でもそうですよね。ごめんなさい。まあ、障害乗り出してなかなか勝てなくて、まさか、ね、こんなに本当にこの間の重賞といい、また今回 G1 といい、本当に感謝したいですね、関係者の方に。未勝利の苦しい時期もありましたが、今日は戻ってきた時大地っていうコールもありました。ファンの人もずっと待ってたと思います。本当ですね、一生もできない年がね、何年かあって、本当に騎手やめなくて本当良かったです。今回はこのマイネルネオスにまたがって4260メートルの長丁場、どんな思いで乗ってたんでしょうか？そうですね、もうこの馬はもう必ずしっかり飛んでくれるんで、それだけ信じて乗ってました。僕は何もすることなかったです。本当にこんなにいい馬乗せてもらえて、こんなにいい馬に巡り合えて本当に幸せです。騎手人生で初めて G1 を制した大地騎手は、その後 G1NHK マイルカップでも岡田総帥に託されたマイネル鳳凰で再び歴史に残る男泣きレースを見せる。大外を通ってはマイネル鳳凰も突っ込んできた。さあ前の機体は残りあと2メートルを通過、横に広がった。先頭は1番のガイアスベルト、ガイアスベルト内で懸命に他のネオナー、このリチャードが粘っている。あとは外を通って懸命に送り込んできたのはインパラスヒーロー、ヒーロー、さらにはマイネル鳳凰、マイネル鳳凰がかわしてゴール。マイネル鳳凰、柴田大地あっと言わせた G1 制覇。馬をこうやって叩いてね、レース後。放送席、マイネル鳳凰柴田大地騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。涙が思わず出ましたね。ごめんなさい。嬉しいです。激しいレースでした。そうですね。よく覚えてないです。欲しかった平地の G1 のタイトルだと思います。いかがですか？そうですね、いや本当に嬉しいです。うん、馬はあの皐月賞に出られる権利あったのにこちらに向かってきましたよね。そうですね、あのそういう意向でこっち来ていただいて、それで結果出せたんで本当に良かったと思います。今日のレースの一番のポイントどこでした？わかんないですね、ちょっと覚えてないです。夢中で追ってたんで分かったです。勝った瞬間は、いやもう信じられないぐらい嬉しかったですね。柴田さんにとっても区切りの200勝にもなりました。あ、そうですね、そうなったらいいななんて調教師の先生と話してたのが本当にそんな風になってもう夢のようですね。最高の一日になったと思いますが、応援してくださった皆さんにどうぞ。そうですね、僕をこの前に乗せてくださって関係者の方々、皆さんありがとうございました。
本当におめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。柴田大地騎手でした。どん底を経験した大地騎手、涙の勝利。支えてくれたファンも、すごい。ちょっと泣かせるじゃないもう。ごめんなさいねこれは。ちょっとねあの僕もねこれ何度も見ちゃうんですけどやっぱねやっぱ涙止まんなくなっちゃうんですよ本当に。大地君ってあの、はい、もともと小学校5年生から宇都宮で乗馬してきたけどやっぱり競馬の外の関係者外の出身なんですよね。でトレセン入って、まあ、順調な滑り出しをするんですけどあのその時に、まあ、もう話していいと思うんですけどあのどうしようあの記者をなさってた女性と恋に落ちてでやっぱりその若くて、まあ、ジョッキーとしてデビューしてごめんなさいなったんでやっぱそれがちょっとやっぱり周囲に誤解を招いてあのそれが今の奥様なんですけど、まあ、誤解を招いてフリーに転向ってやっぱ人間関係ですっごい悩んだんですよね。でやっぱりその乗鞍が激減してしまったのも、まあ、ちょっとこう不利になってちょっと干される形になってしまったのも、まあ、そういう流れがあったんですけどこの後にあの G1 勝った後に話してた時に何も僕は悪いことをしたんだろうっていうことを言ってて本当に実直で真面目な好青年なんで普通に恋をしたことがそんなに悪いことなのかなっていうふうに言っててもうなんか本当かわいそうでしたね。大地君見ると本当ダメなんですよ私。あなるほど。伊佐先生に言われてて泣いちゃいけないって言われてるんですけどやっぱ大地君見るとね本当に人間関係苦労したと思います。でもそれをやっぱり岡田茂之さんがこの大地君の性格を理解してチャンスを与えてその岡田オーナーの間で G1 を勝つっていうやっぱり本当にわずかながらも恩返しができたと思うっていうあの大地君の言葉とか本当にうーん一つの一生の重みっていうのは大地君から私はすごい感じるし、うんうんうん、やっぱり生き方が本当にあこうやって生きなきゃいけないなって思うんですよね。竹山さんどうですか大地騎手の。いや、まあ、だから、はい、何がすごいかって、まあ、僕は詳しいことはよく分かりませんけど今お瀬さんの話とか、ね、いろいろ聞いたりしていくときっといろいろ誤解とか人の恨み、うん、妬みとかいろいろあったと思うんですよ。そうですね、うん、いろんなことあったけど自分が間違ってないってずっとやっていたそこにやっぱり岡田さんっていうオーナーが、まあ、これ分かんないですよお前は何も間違ってねえといやで俺が世話するからっていう感じで引き取ったじゃないですけどこれ僕中山競馬場から自分の家に帰るときにホームで子供にあの柴田大地騎手のインタビューをもっと増やしてって言われたことがあって、お父さんと2人で競馬場に来てて、であ息子がすごい大地騎手のファンでって言って、どういうとこが好きなのって言って人柄って言ったの。子供が子供が小学校高学年ぐらいの子供が大地騎手を見に競馬場に行ってるっていう。だから俺それ聞いた時にすごいなこの騎手はっていうのを改めて思った瞬間でもあって、もともとすっごい頭良くて柴田大地美咲兄弟は競馬学校入ってなかったら東大入ってただろうと教官がおっしゃるほど、あのやっぱり頭が良くて、しかも美咲くんも弟の美咲くんも一回やっぱり乗鞍が減ってしまってジョッキーを辞めるんですけど、ありました、ね、はい、でも大地くんにやっぱりそのやっぱり影響を受けてまた受け直して今立東で対あの頑張ってるわけですから、やっぱりこの兄弟っていうのは親御さんすごいなって思います。本当になんていうの、あこうやって子供って育てなきゃいけないなっていう感じもすごい大地くんファミリーはすごいなって思います。競馬好きたちの話は尽きないが今回はここまで。次はどんな話で盛り上がるのやら。次回のテーマはクセ強。クセの強さで競馬ファンを魅了した超個性派ホースが登場。ゴルフエブル、ゴ